無課金プレイヤーのフォルテです。 TS のランキング記録まとめご紹介していきます。第5弾はランキングがなかったので、それ以外の5回中の4回走った記録になります。第1弾は称号用の A も欲しかったので選択 A まで取り切りました。そのため選択 S のみだったら1000エナジーほどでの獲得ができたかなと思います。それ以外は選択 S のみの獲得というところで、実質でかかった消費エナジーを数字で出しております。でコスパが良かったのは第3弾のターニングポイント時の金子千尋投手ですね。自動試合が全く使えなくてボーダーが伸びづらいイベントっていうところも影響があったと思いますが、約600エナジーほどで、まあ、登場も6月末でそんな遅くないので、金子投手が取れたのはいいランキングだったのかなと思いました。ランキングは登場時期やメンバーが大きくボーダーの伸びに影響はしてくると思いますが、シリーズ2の OB でもターニングポイント時はコスパは良くなりやすいのかなと思うので注目だと思います。ただしめちゃくちゃ大変。また初心者の方だと今後の OB のランキングなどで走ってしまうともったいないかなっていう方もいらっしゃいますので、まあ、自分はそういうタイプなのか確認したい方は概要欄のリンクから解説してますので、よかったら見ていってください。